よろしくお願いします。お願いします。まずは初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、やっぱりホッとする気持ちですか。いや、ホッとしてますね。まあちょっと時間かかってしまったので、はい、まあ今言ったようにこうちょっと時間がかかったかなとは思うんですけど、うん、まあ指導してから、まあ、今日までの間、まあ、少し大きくメンバーも変わったし時間かかるかなっていう感じはあったんですか。いや、まあ、結構大陸さんも見てて分かると思うんですけど、そういう合わせる部分とかは、はい、あちょっと時間かかるなって。でもそれが今ちょっとずつ良くなってきてる感があるので、まあ、ここからだなって感じです。そうですね、まあ、僕も外から見てて、まあ、前節秋田戦から、まあ、少しずついい風になってるかなと思ってたし、まあ、前節は相手が一人少なかったこともあるけど、うん、非常にこうテンポも よくボール回ってたし、はい、まあ、チームとしての狙い通りのこうボールの運び方もできてたし、はい、まあ、2試合連続のゴールのあのゴールシーンなんてもうチームの狙い通りだったと思うんですけど、うん、どうですか、あのゴールシーンを振り返って。まあ、相手もああいう状況でしたし、常にやっぱりゴールは狙っていかないといけないと思ってますし、まあ、本当にいいボールが来たというか、まあ、走り続けた結果がああいう形になったかなとは思います。まあ、僕も去年まで一緒にプレーしてて、やっぱりこう高橋選手の、まあ、前節のゴールでいうあのファーストタッチ、まあ、あのプレーだけじゃなくてファーストタッチが、まあ、いつも素晴らしいなと思って見てるんですけど、そこは試合中いつも気にしてるんですか。もう試合中もそうですし、もう練習一つ一つから常に意識して、まあ、やっぱりそこが本当に大事だと思うので、はい、常に意識してます。ファーストタッチでもう本当シュートもパスもドリブルも決まってくると思うんですけど、まあ、それの他、例えばまあ立ち位置だったり、うん、試合中だったらまあ、周りのチームの状況、チームの流れだったりっていうのも意識したりするんですか。まあ、結構そこは意識してるとは思ってます、自分では。難しいけど、流れとか、あとまあチーム状況もそうですし、はい。それは今年からより強くなったりします。その大きく選手も入れ替わりましたし、まあ、高橋選手にとっては3年目になりますかね。はい、っていうのもあって、こう自分の立ち位置というか、そういうのも意識するようになったのかなと思うんですけど。そうですね、今まで去年、一昨年は例えば池さんがいて、それにこう乗っかってるだけとか、池さんがいれば別になんかドーンとしてられたし、だけどそういう存在がいなくなって、ましてはこう出てる選手もたくさんいなくなったので、より引っ張っていかないといけないっていうか、それはプレー面でもやっぱりその流れを読んだりとか、こううちのサッカーのスタイルっていうか、それをやっぱり知ってる選手は僕含めてもう少ないので、こうそういう選手になれたなっていうかっていうのはもう思ってます。本当外から見てて、まあ去年以上にそういうプレーのところもそうだし、声出しのところもすごく意識してるのかなとは思って見てるんですけど、まあそういったことも含めて今のチームの状況どういうふうに見てますか。まあ、やっぱりちょっとこうまだこう元気よくやらないといけないなっていうのは思ってますし、やっぱり去年一昨年、いいチームだった時は声が出てましたし、みんなこうちょっとやりすぎかなっていうぐらい声が出てたので、それをもっとこう若い選手の僕らがこうやっていけたらなと思って、今ちょっとこう声出したりもできるようになってきてますし、もっと元気よくやっていいかなと思います。まあ、そんな中次はホームですけど、まあ、前節いい流れで勝てて、まあ、ホームでまだ勝ててないというところで、まあ、プレッシャーもあるかなと思うんですけど、どうですか。まあ、でもやることやっていけば、まあ、そういう勝ち点差とか見えてくると思うので、しっかり自分たちのことをやれれば、まあ、当たり前、もちろん難しい相手ですし素晴らしい相手ですけど、こう全然負けないと思うので、まあ、楽しみにしてもらえたらと思います。今、2試合連続ゴール、
最高は何試合連続ゴールしたことあるんですか？3試合ですね。じゃあ次も次頑張りたいですね。期待していいですかね。いい状態で来てるかなと見てるんですけど、はい、そうっすか。池さんがそう思うのはそうだからでも3試合が最高なの。そうっすね。チェイスリーあるかなとか思ったけど、ナイスナイス。あとそうそう、あの最後聞きたかったんですけど、もうずっと試合出てて全く怪我をしないしないですね。なんか特別普段から意識してることとかありますか？特にそんなないです。本当怪我しないもんね。しないですね。そこはすごい気になって。でもなんかこう気合ですかね、やっぱり。気合。あ、なんかサッカーやっぱするのが好きで怪我したりしたらつまんないじゃないですか。やっぱリハビリもきついし、うん、でもサッカーやってる時間が一番好きなので。うん、それをちょっと出したくない。ちょっと痛くても気合いで、あともう島の力ですかね、それは。なるほど、そこは大きい、ね。はい、自然の力を感じて、はい、いやもう本当高橋選手がこう楽しくやってるとチームの雰囲気も良くなっていい方向に進んでいくと思うので、まあ、次もあの期待してます。はい、最後あの次節に向けて意気込みをお願いします。はいはい、あのたくさん応援に来てくださる中、今まで勝ててなかったので、あの期待して見てもらえたら、また一緒に喜べたらと思うので、精一杯頑張ります。ありがとうございます。期待してます。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょ、池さんが高橋選手って呼ぶのなんか嫌だ。変な感じしか。俺もこれまだ待ったのか。変な感じしか。いやいや、もう一応この立場やから、敬語と大悟と高橋選手となんか普通に語るのとごっちゃごちゃなって、やっぱそこ呼ばないとダメなんですか？いや、わかんない。最初だけ途中からもうぐちゃぐちゃになるけど、ずっと気になったさ、たくさんの時とかも一応ね、意識して喋るけど全然ダメだ、ね、ずっとそこは気になってて高橋生さんにそんな変でまあそんな感じで、はい、今後もよろしくお願いします。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。